皆さんこんにちは、リリーです。今回はですね、ユニクロと GU で買ってきたものをコーディネート組んで紹介していこうと思います。いつもやったらね、買ってきたもの同士でこう着回ししていくんですけど、今日はうちにあるものと合わせていこうかなと思っています。いつものようにサクサク進んでいくので、よかったら最後までぜひご覧ください。それでは早速スタート。まず最初はオープニングでも着てたこのブラティにイーボックのロンスカー合わせてスポーティーなコーディネートにしてみました。まあ、こんな感じでトップスをインしてバッグを高めの位置で持ってるとスタイルアップするのでよくやります。はい、そしてお次、上はそのまんまで下だけ変えました。今回購入したユニクロのパンツなんですけど、これめっちゃね、薄手でサラッとしてて履き心地良かったです。そして上下ともに色は黒を選んだわけですけども、やっぱりね、プチプラアイテムを買うときに黒を選んどきゃ間違いない。便利なんですよね。高見えするし、着回ししやすいしってことで、もう黒い服がたくさん増えていきます。でウエスト部分なんですけど、こういう感じで結構しっかりとサイズ調整ができるので、お好みの丈感とかシルエットで選ばれても大丈夫なんじゃないかなと思います。お次、パンツはそのままで今度はトップスを変えました。ちょっとスーパーに行ったりワンちゃんたちと散歩するときはこれぐらい動きやすい格好で行くことが多いです。てか直訳と S すぎん。はい、お次は先ほどのトップスの中にシャツをインして少し綺麗めカジュアルな感じにしてみました。パンツもね、ブーツインすることでシルエットが変わって、これもまた可愛いなと思います。でなんで黒を M にカーキを S にしたかというと、カーキも M サイズにするとね、結構ラフさが出たので、ぴったりサイズを選んだ方が綺麗めにも履けるかなと思って S サイズをチョイスしました。次はパンツはそのまんまでトップスだけを変えました。これ去年か一昨年買ったアウターなんですけど、まあ、こういうダボっとしたワイルド系のファッションの時は中にちょっと女性らしさをプラスしたいので、レースものを入れたりとか、アクセをゴールド系にしたりしています。はい、ほんで続いては GU 購入品です。 GU 行ったら毎回買ってまうわ。アクセ、特にピアスが可愛いの多いですね。でこのシュシュも可愛かった。2つセットで590円ってお得じゃない。はい、続いてはセールアイテムなのでさらっといきますが、女性ってね、赤い服を着てると魅力的に見えんねんて。だからちょうど探してたんですよね。ということで魅力を590円でゲットできました。イエイ。ほんでね、ちょっと靴見せようと思ったんですけど、ここでまた横着が出ますね。ケンケンで進むという、これ家出た後に忘れ物気づいた時ようやっちゃうやつね。まあ、絶対靴脱いで部屋上がった方が早いのに、ケンケンで行っちゃいますよね。でこれさっきのコーデとめちゃくちゃ似てるんですけど、よう見たらボトムと靴が変わってます。両方ね、GU で購入したものなんですけど、黒やからわからんな。ちょっとこの後アップでお見せしますね。まずこのスカートなんですけど、すごいナチュラルな雰囲気でね、可愛いんですよね。このレースアップブーツね、低反発というか中がふわふわしててすごい履きやすいし、防臭効果もあるらしくって、めっちゃ人気の商品だそうですよ。ということで以上です。今回の動画良かったよと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。今足元にいるね、ウブラがめっちゃ可愛いよ。映していい？ウブ、こっち向いて。乗りたいねんな。あっちゃんおるな。人をダメにするソファー、これめちゃくちゃワンちゃんたちに大人気で、場所の取り合い。ウブ乗りたいの。クタも来た？はい、いらっしゃい。ソファーの取り合い。今度は愛犬たちの動画になるのか、購入品動画が続くのか、行きたい。買いまくりや。それでは、
またバイバーイ。